水谷義蔵8月30日没年不明は日本の陸軍軍人、政治学者、法政大学法学部教授、最終階級は陸軍市長兵賞佐。日本に初めて戦車を導入する際、イギリスに派遣された人物。1880年8月30日、大阪府に生まれる。1902年に陸軍主管学校14期を卒業し、 1903年に、少尉に任官する。日露戦争では、両養海戦、佐賀海戦、宝天海戦に参加する。1909年に大尉に昇進し、第十四団軍法会議藩士に任ぜられる。1913年に、陸軍軍法会議法案審査委員に任じられ、1917年に、欧米に派遣され、1918年に少佐に、昇進する。 1921年に予備役となり帝国自動車学校校長を務める。1925年に法政大学法学部を卒業。1931年に同大学大学院を修了する。1938年4月に法政大学法学部兼専門部教授に就任し、同年9月に法政中学校校長を兼務する。百四十二年、 国際政治の指導原理と高度国防国家の必然性により法学博士を取得する。国際政治の指導原理と高度国防国家の必然性。ありがとうございます。